ミカエル・バルザローナ、ミカエル・バルザローナは、フランス出身の競馬の騎手。2011年に19歳にして、ダービーステークスを制するなど、フランス競馬界の若手のホープとして知られる。フランスリオンの出身。2011年に、バルザローナは、前年から騎乗していたプールモアで、イギリスのダービーステークスに出場し、 直線最後方から一気に追い抜くで優勝をもぎ取り、わずか19歳にして、ダービージョッキーの栄誉を手にした。同年はこれ以外にも、フランスのグレフュール賞、イタリアで、ローマ賞などで勝ち倉を上げており、また、アスコット競馬場のゴールドカップでは穴馬に、起乗しながらもフェームグローリーの2着と、検討している。翌2012年には、ドバイワールドカップに出場。 ゴドルフィンジミエのモンテロッソに起乗し、優勝した。2013年は、日本の JRA 短期機種免許を初取得し、起乗を行う。身元引受調教師は、角井勝彦。2021年に、年間192勝を挙げて、自身初のフランスリーディングジョッキーを獲得した。出展、ありがとうございます。